まあ、一月寝ると秋になった。たまたま小島です。今週もやってきました。視聴者作品紹介コーナー。ででと、今回も秋ということで秋っぽいところに来ました。小島清水の上で浮いております。ジャボン。ジャボン。すごいでしょう。これが妖精の力です。それでは、早速、今回いっぱいもらったので紹介していきましょう。まず一人目は、はるかちゃんからです。秋といえば、食欲の秋ということで、お芋食べておりますね、小島っち。それを見て、美味しそうということで、中島くん、小島さんが、羨ましそうに見ております。ありがとうございます。焼き芋、実は今年まだ食べておりませんな、私。個人的にね、ドンキホーテにある焼き芋が美味しくておすすめです。甘いよ。はるかちゃんありがとう。紹介遅れてごめんなさい。あ、次はこちら、まゆまゆちゃんになります。ちょっと早めのクリスマス。サンタさんがね、来るのを待ってたんですけども、寝落ちしちゃいました。いやー、サンタってどんなやつか見たかったけどね、もうプレゼントがすでにツリーの下に置いてあります。それぞれどれだろうかな、小島っちが黄色かなそれとも中身で考えるか、難しいな。でぎゅうぎゅうで暑いってなってますね。冬なので暖房効かせてるのかもしれません。可愛い感じのふんわかイラストでございました。ありがとうございました。こちらまよまよちゃんでした。お次はこちらまーちゃんからになります。小島っちとシナモン書いてくれました。実は小島っちとシナモン似てるんですよ。見てください、この感じ、そっくり。お目目がね、開いてるか垂れ目なのかの違いぐらいですね。あとお耳ついてるかどうかかな。前私がですね、サンリオのスマホゲームやったんですけど、そっからねサンリオハマったみたいです。あれもね、フレンド対戦できるようになったらね、ライブとかでやっていこうかと思っておりますのでね、早くアップでくるといいですね。こちらまーちゃんからのイラストでした。ありがとうございます。パンツもいい感じだ。パンツめっちゃいいね。お次はこちらはずきちゃんからの作品です。見てください、こちら小島っちのプラ版でございます。キーホルダーになっております。頭にブサッて穴開けてありますね。いちごゼリーが漏れちゃいそう。大島さんもあります。プラパンすごく上手にできておりますね。まん丸って自分で丸ごけるんでしょう。上手に切れてますね。バッチリ。こちらはずきちゃんからでした。どうもどうもです。お次はこちらなっちゃんからですね。星空の下に小島っちがいます。イエーイ。最近星空見てないですね。たまには外を見てみるのもいいかもしれません。そしてお次がこちら、遊園地に行ったよということで、小島っち遊園地に行っております。遊園地か、遊園地も全然行っておりませんね。皆さん行かれましたか。今度私ですね、10月30日にもしかしたら遊園地に行くかもしれません。なぜなら隅っこが来るらしいという情報を手に入れました。いやー楽しみだ。やっと熊本に隅っこ来てくれるよ。いけるかな。さあお次、こちら決めポーズ、こっちこんな感じかっこいい、かわいい決めポーズです。いい感じですね。と次がハロウィン小島。これは魔法使いっぽいな。お菓子ちょうだい、お菓子くれないといたずらするぞって言われたら、私はいたずら選ぶかもしれませんハロウィン小島っちいいですね。かっちょかわいいです。そして最後がこちらかな、小島とももかちゃんということでね、ももかちゃんのイラスト描いてくださいました。これなっちゃんだけどね、なっちゃんがももかちゃん描いてくれたそうです。どうもどうもでした。ありがとうございます。お次がこちらいちかちゃんからですね。小島っちとプププッチもいますね。脱獄関係でございます。脱獄ごっこ最近やってないですのでね、プロになったらねまたやろうかなと思っております。ありがとうございました。続いてはヒカリンさんたちからになります。そうたちということでね、親子が送ってくれております。まずお母さんの作品がこちら、
ポールガイズの小島ちでございます。何の違和感もないですね。普段私が使ってるスキンに小島ちの顔をつけてくれました。そっくりでございます。と王様気分のいちごパンツ、いちごじゃないけどハートパンツ、実際ホールガイズはこんな感じのスキンです。ありがとうございます。と次がむちめさんね。こちらもホールガイズウーパールーパーみたいな感じかな。ホルモンね、実際にもしかしたらこのねスキン使ってんのかな。ありがとうございます。なかなかねガイズたちもね描くの難しいんですよね。まん丸具合が難しいでございますけど上手に描けましたね。ひかりんちゃんからでございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回の制作品紹介コーナーでした。ありがとうございます。わー、たくさんどもどもでした。すべての作品はもしかしたら紹介できてないかもしれません。これも紹介してほしいというのあったらですね、また連絡してください。イラスト等の送付先は概要欄に貼っておきますのでね、ぜひぜひ送ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。ならねー。